小池でございます。えー、今日はあ平和の武将徳川家康の3回目ということで、日本は世界で、えー、2番目の規制国家であるというお話をしたいと思います。まああの私たち日本人はですね、まあ明治以来ですね、えー、まあその欧米先進欧米諸国が先進国であって。 まあがって我が日本は欧米先進国に学んで追いつけと、まあ、こういうふうにあの思いこういう思いがまああの染み付いているんですね。でもこのすり込みというのはですね、まあ、大変大きなあの間違いでありましてですね、えー、正しい 正しく言えばですね日本は世界で2番目の金星国家だったイギリスについて2番目の金星国家だった先進国だったということを今日はあのお話ししたいというふうに思います。まあ,あの中世から金星変わるんですけれども中世とは何かと言いますとですね 宗教が世俗社会を支配する政治体制なんですねこれに対して近世というものはですね宗教は個々人の心の心中にに住むようになるとそれで政治はですね世俗社会を支配するのは世俗権力が支配するようになる。 これがあの中世から近世へ移行すするとといいうことでございますそういう意味でその世界で最初にですねあの近世国家になったのはですねあのイギリスなんですね。でイギリスはあのアルマダ海戦というのがありましてこれは1588年ですけども。 スペインの無敵艦隊を破ったんですね。なぜそのスペインとあのイギリスが戦争になったかと申しますと、まああのイギリスのエリザベス一世はですね、あのいわゆるあのプロテスタントこれはあのキリスト教で新教という新しい教えという考え方でございます。これに対してカトリックこれはあの旧教古い 昔からの教えということで、スペイン国王はカトリックだったんですね。それでそのカトリックのスペインがプロテスタントのイギリスを滅ぼすということで戦争になったんですけれども、これはあのイギリスがあの勝ちましてですね。したがってそのイギリスはそのローマ教会から 独立した政権になっていいいたここういうことでございま,すまあそういう意味でその日本の場合はですね織、まあ、田信長という人が石山本願寺などと戦って、えー、その近世を開いたということなんで、まあ、日本史においては、えー、信長は近世の政治家でございますけれども世界史的に見るならば信長は スペインポルトガルと組んでいるわけですからですね世界史から見ると信長は中世の政治家になってしまうこれに対して家康はですねカトリックのスペインポルトガルと縁を切ってですねそれでプロテスタントのイギリスオランダと組んだわけですからですねその家康はその世界史においても日本史においても近世の政治家であるということが言えると思います。 まあ、そもそもあのこの頃ですねあのアメリカっていう国はなかったんですね、まあ、アメリカっていうのはあの第10代将軍家ルの時できる国でございますのでこの頃はなかったそれからあのオランダという国はあのこのこ頃はあのスペインの領土でですね、まあ、この後独立戦争を行って独立しますけどもオランダっていう国はまずなかったんですねそれからドイツという 国はですねこれは明治4年になって建国される国でありますからですねこれも江戸時代にはなかったフランスはありましたけどもですねこれはちょっとあの王権神授説に基づく絶対王政でございますからですねこれはその当時は近世国家とは言えないわけですね。そういいうにきますとその徳川政権というのは 金星を切り開いた世界で二番目の国であるということが言えようかと思います。じゃあなぜその徳川政権はそのイギリスオランダと組んだのかと言いますと、まあミールアンジンと言われるまあウィリアムアダムスイギリス人ですけどもですね。この方があ関原の合戦の半年前に日本に漂着した。えー、この時そのまああの 彼らのイギリス人ですからすでに入り込んでった、えー、そのポルトガル商人や、えー、イエズス会の宣教師はですね「そのウィリアム・アダムスはその海賊であるから直ちに処刑すべきだ」ということをイエスに言ったんですけども、まあ、イエスは自分でですね自らこのウィリアム・アダムスを呼びつけて尋問するんですね。そそれれでで自分でこれはそのう それ,に対しそれに対してその尋問を聞いてですねそれでそのイギリスオランダのいわゆるプロテスタントとスペインポルトガルのカトリックが宗教戦争をして戦ってるんだこういうことがあの分かったわけでありましてそれでイエスはイギリスオランダと組むことにしてウィリアム・アダムスをミューラー・アンジンという名前をつけて 厚遇したんですね。これはあの三浦半島に土地を与えて、安人っていうのはこう。船の水先案内人という言葉、意味でございます。まあイエ、家家康がそのウィリアムアダムスをですね。厚遇したのはこの家康はの宗教戦争のことを。よく理解していたんですね。まあ、あの今の N. H. K. 大河ドラマで、どうする家康っていうのはあってまして。 まあ、あの前回はあの三河一行一揆といいますか本證寺の空誠承認がこの三河の一行一揆を起こす前夜の話があっておりましたけれどもですね、まあ、そういう意味でその日本においてもですねそのいわゆる中世から近世に移行するプロセスにおいてですね その宗教戦力戦勢力との戦いがあの、うん、生じたということでございます。えー、まあそういう意味そういう意味でありましてですね。あのそのイエスはですね。そのプロテスタントのオランダイギリスと組んだわけでございますのでですね。これはその世界で二番目の 国であるということが言えると思います。まああの、えー、まあその後ですねあの大阪の陣というのがですねあの起きるんですね、えー、これは慶長19年の10月に始まるわけでございますけれどもですね。えー この,時あのあ大阪城秀頼がこもっている大阪城にはですね多く数多くの,あの宣教師があの入り込んでいるんですね。それでその記録によりますとですね大阪城にはですねあの十字架をかたどった多くの旗であるとかですねそれからその天使の絵を描いたですね あの旗がひらめいていたそれからその多くのキリシタンの末裔ですねあの高山右近という人はあのマニナに追放されてしまいましたけれども高山右近の右近のいうのはお,お,お子様はですね、えー、高山十次郎といいますけれどもこの十次郎や そのの他高山家の家臣団それからその小西行長は関ヶ原の戦いで斬首、まあ、されちゃっておりますけども小西行長のかつての家来、えー、丹野重政とかですね足塚忠英門という侍大将たちがですね、えー、多くあの大阪城にあの 籠城してんですね。で、その大阪城には。あの、お、お、あの、か、カソリあの。キリシタンが運び込んだ。大量の、ひな獣がですね、備え付けられて。おりました。まあ、前、あの、エヌエイチードラマでですね。ええー、真田丸というのをやっておりまして。まあ、その、お、真田が守る、う、真田丸にですね。まあ、徳川の。 軍隊が襲撃攻めていった時にですね、えー、その、うん、砦の近くまでたどり着いた時に上からその飛な銃でですね、バアッとこう一斉射撃を浴びるんですね。このこの膨大な飛な銃はどこから誰が持ってきたんですかね？と、言うとこれは今申し上げました通り、えー、宣教師並びにキリシタン勢力が 長崎で輸入したひな銃を大量に大阪城へ運び込んだんですね。まあそういうことでですねあのうんその時にあの神父宣教師はですね、まあ、ルイス・ソテルという人が記録をしておりますけども多くのキリシタンならびに宣教師たちがですね、えー、豊臣秀頼様に こうういに申し上げたもしそのキリスト教を大切にしてですね教会を建てるそれから宣教師を大切に扱うのであればその大阪城に軍事的な支援を行うというふうに申し出たところですね秀頼様はこの要求を許可なされたというふうにあの 記録されておりますそういうことでその、うん、大阪の陣の時はですね結論的にはあの家康が勝ったんですけれどもこのプロセスにおいてですねそのカトリック勢力が豊臣秀頼に軍事支援を行って多くの火難銃火薬を 納入をしてそれでその徳川軍に甚大な損害を与えたという事実がございますそういう意味であの豊臣秀吉はですね、あのキリスト教並びに宣教師団の影響を切り離すことができなかったんですねしかし秀吉から家康に 変わっったことによってです、ね、それでそのキリシタンあるいは宣教師この政権に対する影響力を排除してですね日本は世界で2番目のイギリスについて2番目の金星国家になったということでございます以上でございます。